こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35 ステルス戦闘機には3タイプのバージョンがあり、そのうち自衛隊でも2タイプ F-35 ステルス戦闘機を購入する予定だ。もう予算化され、あとは納品されるだけとなる。この F-35 ステルス戦闘機、日本は F-35A、F-35B を購入予定。一番の取引相手国となる。ただ、以前、F-35 には不具合があり、順次アップデートされていくのだが、それでも完璧とはならない状況だ。そこでなぜ、日本の防衛力に F-35B が必要な理由とは、周辺国の動向を見れば、その意味が理解できる。ここから解説していきます。2019年12月現在においても、いわゆる航空母艦を保有している国は極めて限定的であり、さらに10隻以上もの大型の原子力空母を運用しているのは、アメリカ一国のみである。かつての東西冷戦時において、アメリカに対抗すべく航空母艦の配備を進めていた旧ソ連でも、最大でも、その数は片手に満たず、今現在に至って、ロシアは1隻のみの保有に過ぎない。また現在では、急速に軍備の拡張を続けている中国が、ウクライナから入手して完成させた遼寧に続き国産の航空母艦を建造しているが、未だ収益までには至っていない。これらアメリカや中国の国産航空母艦の艦載機は離陸にはカタパルト、着陸にはアレスティングワイヤーを用いる方式で、この運用には多大な費用と技術、ノウハウが必要となる。そのため、一口に航空母艦といっても大差があり、かつての旧ソ連、ロシアでもこの方式は実用化できず、艦首にスキージャンプ式と呼ばれる短距離離陸垂直着艦方式を採用していた。この違いは艦載機の種類の違いでもあり、必然的に短距離離陸垂直着艦を行う機体は軽量とならざるを得ないことから、兵装が少なく従って攻撃力が弱いというジレンマがあった。そのため西側諸国でも短距離離陸垂直着艦方式の機体としては、ほぼイギリス製の AV-8 ハリアーにのみで、これを限定的に運用するのが一般的な形態だと言えた。日本の海上自衛隊においても護衛艦出雲、加賀を回収することになり、この状況を覆し、戦後初となる航空母艦化に導いたのが、F-35B ステルス戦闘機の存在だった。F-35B 戦闘機は、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した、第5世代戦闘機で、通常滑走路用の A 型、短距離離陸垂直着艦用の B 型、大型空母用の C 型の3種が存在する。先に挙げた AV-8 ハリアー2との最大の違いは何と言っても、第5世代戦闘機であるが、ゆえの高いステルス性能であり、兵装や速度面の課題を差し引いても高い有用性を持つものだ。もちろん、大型の原子力空母を保有するアメリカ海軍では、F-35C 戦闘機を運用するが、海兵隊の強襲揚陸艦や、
イギリスの航空母艦クイーンエリザベスでは F-35B 戦闘機を採用している。ちなみにイギリスの航空母艦クイーンエリザベスはスキージャンプ式を採用しているが、アメリカの強襲揚陸艦は通常の平面の全通甲板での運用を行う方式となっている。海上自衛隊の護衛艦出雲、加賀の改修ではスキージャンプ式は取り入れられないと考えられており、その意味からもアメリカの強襲揚陸艦の運用を踏襲すると思われる。ただ課題点としてはスキージャンプ式ではない短距離離陸においては、その分燃料を余分に消費するとも指摘されており、もともと航続距離の短い F-35B 戦闘機ゆえに懸念される点だ。そうした懸念点がある中でも F-35B 戦闘機に大きな期待が寄せられているのは、現時点において敵の防空網をかいくぐり作戦を遂行可能なステルス性とマルチロールな運用性だろう。ことに尖閣諸島をはじめとする日本の島嶼防衛においては、対空、対艦、対地のすべての任務に対応可能であること、その機体を航空母艦で必要海域に派遣できることの有効性は大きい。またくしくもイギリスの航空母艦クイーンエリザベスがそうであるように、アメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機との共同運用も視野に入れられることもポイントだろう。これは山口県の岩国基地に配備されている F-35B 戦闘機が佐世保を母港とする強襲揚陸艦で運用可能なことを補完することにもつながり、同盟国との一層の連携を可能にするものだ。海上自衛隊では護衛艦出雲、加賀の改修に合わせ F-35B 戦闘機42機を調達することを決めているが、政治的な配慮もあり、常時これを艦載機とする運用ではないとしている。ちなみに艦載した場合でもその機体数はおよそ10機前後だと目されており、アメリカの強襲揚陸艦が最大で20機前後の艦載機数となることに比較しても小規模艦は否めない。ただアメリカも大型の原子力空母と強襲揚陸艦の用途を分け再編成を行っている状況であり、重大な脅威に前者で対応、後者は比較的軽微な脅威への対応と役割分担を進めている。海上自衛隊でも護衛艦出雲、加賀の改修後にはさらに大型の航空母艦を建造する可能性も考えられ、ひとまずはモデルケースとして運用実績を積むものとも言えそうだ。ちなみに F-35B 戦闘機は航空自衛隊が管轄する予定であり、海上自衛隊管轄下の護衛艦出雲、加賀に部隊として必要時に帯同連携して作戦を担う運用となると見られている。日本にとって F-35B 戦闘機が実現するのは移動可能な航空基地の獲得であり、ようやく買収が決定した馬毛島と並んで新たな航空部隊の戦力化を推進するものと言えるだろう。